子供ってかっこいいものの真似をしたくなるから、それもわかる、そこに寄り添ってるけど、しっかり親として言葉にどんだけパワーがあるかっていうことを教える。リーチェルの幸せヒント。皆さんこんにちは、リーチェルです。シリー読者の皆さんのお悩みに今日もお答えしていきたいと思います。お願いします。今日は26歳主婦の方から子育てにまつわるお悩みです。5歳の息子の言葉遣いが悪くなっているのが悩みです。つい最近も、うるさいな、僕は今 YouTube 見てるの、またうるさくしたら殺すからね、といった言葉を話しました。驚きすぎて見ていたテレビも消し、しばらく考え込んでしまいました。ユーチェルさんは自分の息子の言葉遣いが気になった時、どんな対応をしていますか？はい、うわー、これは結構きついですよね、しんどいですよね。なんか僕の息子はまだ3歳半で、最近学校に行き始めたばかりなの でまして学校も英語の学校なので、 あからさまな、 なんか文句悪口みたいなものを持っては来てはいない状況なんですけど、やっぱり外の世界を知ったりとかすると、どんどん口が悪くなってきてしまうし、そういう風な言葉遣いになるんだけど、そこはしっかり向き合っていかなきゃいけないなと考えてます。自分たちもそうだったと思うんですよ。あの学校に行った瞬間、めちゃくちゃ悪くならなかったですか？自分たちもなんか普通に、え、超キモいとか学校で習った気がするぐらいなんか友達同士と言ったらそういう風に口も悪くなるし、あの先ほど殺すっていう言葉があって本当に良くないけど、地方によってはノリで死ねとかなんかやっぱり言ってた地域なんですよ、沖縄で。本当に今となってはすっごい良くないなって大反省するし、でも大反省できるのって言ってきたからなんですね。やっぱり経験しないと反省ってできないなと思ってて、なのでいつかは大人になるし、でやっぱりその時友達とかと一緒にいるために、一緒に過ごすために必要なコミュニケーションもある。それはあの子供らしくて幼稚で本当に人を傷つけるかもしれないから、そういう意味では親として向き合う、この言葉って本当に言っていいと思う、人の命ってとか、そういうそもそものところで本当に大切な命のことを、そういうふうな暴言で、言葉って人を殺すんだよとか、言葉ってすごいパワーがあるんだよっていう、この自分から発する言葉の重要さは親としてしっかりシェアしていかないといけないし、そこで今もう何もできなくて、ね、1時間ぐらいぼーっとしてしまったっていうのは、もうこれからはそうじゃなく、その1時間ちゃんと向き合うべき、絶対にスルーしてはいけない。僕だったら今なんて言ったって、いくら息子でも絶対聞き逃せないし、その言葉だけは本当に強く向き合います。ただそれを分かるのか、ただただ冷静に向き合うのか、それは分からないんですけど、今はそういう場に、ね、なってないから。でもしっかり向き合おうとは決めてますし、あと自分たちもそういう風な時代があったわけじゃないですか、友達とかそういう学校とか環境でそういう言葉をね持ってくる時期が、だからそれもしっかり分かる、理解はできる、みんな使ってるから使いたくなる、友達の真似とか先輩の真似ってしたくなるじゃないですか、子供ってかっこいいものの真似をしたくなるから、それも分かる、そこに寄り添ってるけど、しっかり親として言葉にどんだけパワーがあるかっていうことを教えるっていうことは、向き合うっていうことは本当に大切なことなんじゃないかなって思いますね。なんか絶対いらないっていうところはしっかり押さえつつも、ある程度なんだろう、叱りつけるだけじゃなくて、そうなんですよ、自分から学ぶようにした方がいいっていうのもありますよね。なんかそう、こういう言葉が出ること自体が理解できないみたいな感じだと、もう交わらない意見のぶつかり合いになるじゃないですか。だから寄り添う姿勢はありの叱るっていうことは大事かなと思いますね。はい、ありがとうございます。はい、もう一緒に頑張りましょう。